すいません、 KBC テレビの知りたかという番組なんですけど。我々の声かけに笑顔で応じてくれたのは、透明感ある美肌が素敵な田中芽衣さん22歳。手に持っている化粧品のショッピングバッグに秘密が隠れていそうな予感。その前にバッグの中のコスメをチェックさせていただきます。すごいリップたくさん、あとアイライン、あと香水で、もう直で入れてるんですね。ポーチは真っ黒、気に入る、友達からもらった。あ、そうなの、かわいい。ラメがかわいいです、キラキラ。今って塗ってますか？あ、塗ってます。あ、本当だ、キラキラ。そう、これを大体重ねてます。あ、3個、そんなキラキラ女子メイさんが先ほど購入したばかりというのが、あー、出た、有名なやつ、イプサの化粧水や美容液。美容に敏感なキラキラ女子たちの間で愛用者多数の人気商品です。いいんですか、これは？あ、いいです。しっとり、保湿しっかりしてくる。キラキラ女子に愛される秘密を探りに岩田屋にあるイプサのカウンターへ。こちらのザ・タイム・アール・アクアというものなんですけれども、肌の表面にひたひたの水の層を作って乾燥、テカリ、ニキビ、肌荒れのないプルプルなお肌へ導いてくれる化粧水となっております。ニキビや肌荒れを抑えるグリチルリチン酸や美肌成分のトラネキサム酸などが入った薬用化粧水は、夏の暑さによるベタつきや冷房による乾燥対策にもぴったり。左だそう。一日にだいたい30本ぐらいはこの店舗だけで、年齢問わず使えるっていうのもありますし、あとはこの見た目が目を引くデザインとなっております。ここからも人気が、あります。続いて取材班が声をかけたのは、クールな雰囲気とキリリとした目力が印象的な松井桃香さん25歳です。まつげには力入れてます。海外ガールじゃないんですけど、海外の人の目力に憧れて、結構目元を濃くして、みんなにまつエクしてるとか言われるんですけど、自末でメイクの中でまつげにかける割合ってどのくらい？結構まつげにかけますね。ほぼ、はい。メイクはまつげが命という桃香さん、その目力の秘密教えてください。マスカラは800円ぐらいの、もう安いプチプラの商品なんですけど、あとはケイトのまつげ下地で出来上がってます。こちらが桃香さんのまつげメイクの様子。まずはビューラーでしっかりまつげを上げて、ケイトの下地でカールをキープ。シーンで購入したマスカラは片方のブラシでボリュームを出し、もう片方のブラシで溶くというのを何度か繰り返すんだそう。めっちゃ良かったので、もうリピートして、それしか使ってないです。キラキラ女子の愛用品、皆さんも参考にしてみては？